にちは、ピアノ教室委員校長、白陽子です。あれ、これは明るくならないのかな。あ、ダメだな、明るくならないな。ちょっと待ってください。お、ちょっと暗いっすね。待ってよ。暗いかな。暗いですね。結構光が気になりますが、まあいいか。はい、皆さんこんにちは。ピアノ教室応援コーチ星田陽子です。今日は私は、ピアノ経営塾の東京校のですね、授業をしております。今お昼休みでですね。みんなランチ食べてる？ちょっと食べ。何よ、塾生ばっかじゃんって。角先生、田口先生、加賀先生、ありがとうございます。酒井さん、ありがとうございます。ですね、今日はですね、午前中はLINE アットですね、いやいや大騒ぎでございました。LINE アットの解説のですね、説明授業したんですけどね、なかなかね、LINE アットはね、ぜひ皆さんごめんなさい、ピアノ先生ね、おやりになったらいいかなと思うことで、今日は塾生さんのサポートをさせていただきました。今皆さんね、お昼休みということで、いるんですけども、小沢先生ありがとうございます。鈴木さんありがとうございます。それですね、それとプラスですね、今塾生さんにですね、ピアノ経営塾入ってどうだったか、いろいろね、感想なんかをいただいてるとこなんですけど、いやいや、もうびっくりな生徒がいっぱい出まくりでですね、早く皆さんにもお伝えしたいなと思って、これからちょっとね、動画編集して、近日中には、公開できるかと思うんですけども、やっぱその中ですごく印象的だったのは、やっぱり何をしたらいいかわからない、そういう入る前の、ね、状態多かった方がいっぱいいたんですよね。 でもね、その前提としては、なんか皆さんやってんですよ、頑張ってんの。例えばブログ書いたり、ホームページ自分なりに作ってみたりとか、Facebook 投稿したしてみたりとかね、なかなか YouTube やってる方はちょっといらっしゃらない方、ブログもやってない方もまだいらっしゃるかな、そんな中、でもいいと思うんですね。初めはとりあえず慣れるという意味で、とりあえずブログ書いてみようっていうのは、全然ぜひね、まだやってない方は試してみたらいいと思うんです。でもやっぱそっからが問題なんですよね。どうやってその成果、自分が手に入れたい未来のために、そういったそのブログをどうやって活用するか、 Facebook をどうやって活用するか、そこがですね、やっぱり悩んでる方多いんじゃないかななんて、茂木先生ありがとうございます。安藤先生ありがとうございます。そんなことでね、少しでもなんかお役に立てればいいかなということで、ピアノ経営塾ではもう本当にですね、授業内容がですね、毎期ごとめっちゃ変わってます。それはしょうがないんですね。インターネットの社会が早いんでね、前使ってた中心だったコンテンツがもうそれはちょっとこう廃れてきたっていうか、終わってしまったり、そこそんなに力入れなくてもいいようなものがやっぱこういっぱいあって、本当に半年ごとどんどんそのコンテンツを、授業の内容をね、リニューアルしなきゃいけないっていうのは、本当に自分で今塾を運営してて感じることなので、だから大変だなと思う。ピアノ先生も常に新しい情報を手に入れなきゃいけないけれど、世の中には新しい情報がもうわんさかって、どの情報を自分が取り込んだらいいかっていうのもわからない、っていう状況で、本当に気の毒だななんて思うんですよね。で、一応うちの場合はですね、一回私がクッションでやってるんですよ。LINE アットもですね、もう1年ぐらい自分でやって、それで塾生さんに落としてる。 YouTube ももっと長い、 YouTube はもっと長い時間やってるし、ブログもね、いきなり新しいコンテンツをはいどうぞっていうのは私はあんまり好きじゃなくて、だから常によく言われるね、他の塾行くと、いやー陽子さんチャレンジャーやねーみたいな、いやー私しょってるもんいますからみたいな、ピアノ先生しょってますから、まず私が試して、
実際どうなんだろうか、自分でね体感して、あこれはうちの先生たちに必要とか、あこれは必要じゃないなっていうのに、あの全部私が特攻隊というんですかね、あのそんな感じで、森口さんありがとうございます、小野先生ありがとうございます、全部ですね私が一回試して、それから下ろしてるんで、いや今も試してるもんがあるんですよ、めっちゃ大変。昨日の塾もですね、金土と塾に行ったんですけど、まあ、それも試すっていうのもあったんだけど、いや12時半からですね9時までノンストップですよ、途中10分休憩ばっかりでご飯食べる時間が全然なくて、もう先生もあのやっぱりこうね盛り上がっちゃってですね、ごめんなさいねちょっと画像が暗いね今日はね、なんだろう、お日様の、あこうすればいいか、まあそんなので半端ないですね、ここの半年の学びはちょっと疲れるぐらい学んでますよ。でもそれはやっぱりあのピアノ先生にねやっぱりあの効率のいいものをねお届けしたいなっていうのがあるので、時間もお金も自分がまずかけて、で効率よくですね本当にかけたらいいものにお金も時間もかけていただきたいなということで、あのやっております。まあライアットはですねやった方がいいですよ。あの今日はまずは解説するってことで、これから運用ね、解説するのと運用するのとまた別なんで、あのまたこれからフォローしていこうと思うんですけど、あの LINE アットはねあのやった方がいいと思いますね、まあそうですね、何やった方がいいかと、ホームページ、うん、やった方がいいと思う、まとめるのね、ブログ、うん、まだやった方がいいと思う、 Facebook、 いやこれはまだ やった方がいいでしょ、LINE アットもやった方がいいと思う、何やることばっかりじゃん、 YouTube めちゃやった方がいいと思う、で今日は YouTube のちょっとね、宣伝ですけど、なんとですねうちの塾生さんがですね、まあ古い方はもうねすでにたくさん上がってるんだけど、3名ですね、あんまりこう言うとどうしよう、ピアノ芸術に入んなくなっちゃうと困るんだけど、あのいや希望者だけね、動画を100本上げようっていうのを一つこう課題にしたんですよ、期間中に、なんとこの5月から今9月で5ヶ月ありますけど、なんとですね3名もの方が YouTube100 本上がりましたよ、アップ、でもこれ自慢だな私の中で、いや素晴らしい、いや大変だったと思うんだけど楽しみですね、その中でやっぱりあのまあもちろん本数上がった方はすごい、その中ですごい素敵な動画がやっぱり生まれるんですよね、でまあ、あの100本には届いてないけど少ないながらもすごいこういい動画がいっぱい上がって、今日もね動画の話なんかで盛り上がってて、またねどっかで公表できると思うんですけども、いや動画いいですよ、まあまあこれもね Facebook ライブも、まあ、動画っちゃ動画ですけど、まあ YouTube ですね、まあ、絶対やった方がいいと思いますね、で最近は Facebook ライブのこのね撮ったやつをですねYouTube に上げるのをちょっと覚えましたので、まあもしもねリストありますので、シリーズにしてありますので、動画まとめてありますので、まあもしもね見てみようっていうのがあればぜひそこアクセスいただけたらいいかなと思います、そんなことでですね今日はピアノ経塾で皆さん頑張ってるということをお伝えしながらですね、画面のね向こうのピアノ先生も多分頑張っていらっしゃると思います、ぜひね何のために頑張るかって、いやそれはもうあれですよ、これからピアノを習いたい人、もしくは今ピアノを習ってる人のためだと思うんですよね、そのために頑張ってると思うんですよ、それすごい意味のあることだと思うんですね、やっぱりピアノってすごい素晴らしい楽器、音楽って素晴らしいものだと思うんです、文化だと思うんですよね、だからやっぱりそれを廃れさせちゃいけない、またそのね個人レベルで言えばピアノを習うことですごく癒されたりとか自信づけになったりとか、なんか自分の価値観になったりとか、そういったピアノ音楽って素晴らしいこう力があると思うんですよね、でそれを提供するピアノ先生、っていうのをやっぱり自信を持って、自分もそういうね提供する側だっていうことで自信を持っていただきたいし、まあ、そういうその先生たちをフォローする、まあ、私のようなね人も今増えてると思うので、みんなでね力を合わせてピアノと音楽文化をですね広めていけたらいいかな、まあそのお手伝いができたらいいかな、
まあ、ピアノ系とかで困ってる人がいたら、まあ、私は今助けられるようにいろんなですねコンテンツなんかをご用意してますので、またですねぜひ何かあったらお問い合わせくださったらいいかなと思います。そんなことでですね、今日はこの辺で終わりたいと思いますけど、またぜひですね明日以降も Facebook ライブ頑張ってやりますので、ぜひですね見に来ていただければと思います。